由利本荘市の港ドライブインを出て秋田市街へは約1時間の道のり。2015年2月の NHK ドキュメント72時間で紹介され観光名所にもなったレトロ自販機、うどん自販機の名店田原商店が2016年3月に閉店し、その麺類自販機がすぐ目の前にある道の駅秋田港のセリオンリスタに移転して、今でも行列ができる名物自販機となっている。今回そのセリオンリスタのうどんそば自販機を目指していこう。個人的には2016年10月以来1年ぶりの訪問、楽しみだ。到着時はちょうどお湯切れで湯沸かしスタンバイ中だった。機械のコンディションにもよるが、ここの麺類自販機は14杯ぐらい連続で販売すると機械の中でお湯が沸くまで30分ぐらいかかってしまう。自販機の上には前回訪問時になかった新しい看板ができていた。セリオンリスタの中も今日は連休とあってなかなかの人出だ。元サハラ商店の店主サハラのおやすさんが現れた。今はここセリオンリスタで働きながら自販機の管理をしている。お客さんとコミュニケーションを取りながら自販機のこともいろいろ教えてくれるので、ぜひともお話ししてみたいところだ。どうやらお湯は沸いたようで販売再開。やっぱり写真撮ってから買いますよね。サハラのおやすさんも見守る中、自販機の中でただいま調理中。調理中の自販機の中を見せるのもサハラさんの優しいサービスだ。自販機の中で2回湯切りされてつゆが入って完成。自販機の調理中のシーンは後ほどお楽しみに。とりあえず1杯目は無事出来上がったようだ。次のお姉さんも購入。いよいよ私の番が来た。なんかコインがうまく読み込んでないような感じがする。詰まったね。銀玉ね。銀玉はかかります。ゆっくり入れてくれるか。あ、イエスさん出しますか。あ、中は見るか。はい、お願いします。なんとサハラのおやすさんが中を開けて調理シーンを見せてくれるようだ。うどんそばと。あ、うどんお願いします。うこれに、ね、回ってこれにあるんですか。はい、でお湯が入ってこの回転インシーンの時に、ね、はい、これで握りしてるんですよ。はい、これあの3回ほどやってこれからスープ入って、はい、はい、ありがとうございます。ちゃんとサハラのおやすさんが自販機を開けて調理するところを見せてくれた。これはラッキーだ。サハラのおやすさんに感謝しながら自販機うどんいただきます。いやー、行列のできる自販機やっぱすごいですね。ニュルニュルで平べったい稲庭風うどん。秋田に来ないと食べられない独特の自販機うどんだ。おいしそう。いただきます。七味はペットボトルに入ってテーブルに置いてある。思わず蓋を開けようとしちゃったけど蓋に穴が開いてるからそのまま入れられるよ。ただしちょっと穴が大きいので入れすぎ注意だ。おいしそうな自販機うどん。独特のニュルニュルの食感で非常に美味しい。スープもしっかりとした出汁が効いている。でもサハラ商店時代に比べると少し薄い印象だ。具はナルトとネギ、そして天ぷら。ちょっと崩れちゃったね。
この自販機うどんの味は行列してでも食べたくなるね。そしてなるといただき、秋田まで来てよかった。ちょうど私の隣にあるのは佐原商店時代の思い出の写真などが綴られている。この自販機の歴史を感じながらいただくのも最高だ。つゆの最後の一滴までいただいて、ごちそうさまでした。隣のセリオンガーデンの売店では自販機うどんと同じ容器、麺、天ぷらと出汁がセットになったお持ち帰りパックが210円で販売中だ。お湯を入れるだけでいただける。今日はホテルに泊まるからホテルでこれをいただこう。はい、ホテルルートイン、秋田土崎ですね、305、はい、ここですね。はい、セミダブル、結構広い。はい、今日はここに泊まりたいと思います。よいしょ。こんなに飲み食いするんかっていうぐらいに飲まされます。こういうものと飲み合う、こういうものです。はい、窓の外は、あ、セリオンタワーの反対側ですね。前回来た時は佐原商店がね、見える部屋でしたけども、今日は反対側です。今日はここで一泊します。この夜は旅の途中で買ったローカルパンや地酒などをいただきながら、連日の車中泊の疲れを癒しました。飲み食いしながらここまでの旅を振り返る動画を撮ってますので、概要欄にリンクを載せておきますので、その時の動画もよろしければご覧ください。ゆっくり休んで朝はバイキングの朝食をいただきました。ここに泊まると朝食は無料なのでありがたいのですが、セリオンタワーの自販機うどんなどをいただきたいと思うと満腹との戦いになります。はい、この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。風が君をここへ運ぶと信じた。花の力が及ばないのなら、この蜜に潜む。はい、おはようございます。今日は10月9日の、午前9時20分になります。本州一周の旅5日目ですね。5日目の朝です。ルートイン秋田土崎に泊まってます。まあ、ということで、今日はこれをいただきながら、まあこれ朝食、実はここ朝食あのバイキングがね、あのついてくるんですね、無料で、で朝ごはんいらないよって言っても値段一緒なので、まあ、先ほど、まあ、そちらはいただいてきたんですけど、昨日セリオンで買った、自動販売機のうどんの、持ち帰りパック210円です。佐原商店のと、セリオンのね、うどん自販機の味を再現したということです。はい、開けるとこんな感じになってますね。はい、これは真空じゃないね。これでセロハンで蓋してあるだけだね。すると天ぷら袋に入って、あ、すぐ出てくる、封してない、すぐ出てくる。それと、まあ、めんつゆ、まあ、これがあの話題の塩田醤油のめんつゆと、あ、これ唐辛子、これまあでもレトロ自販機のコーナーでよく見るけど、セリオンはボトルで置いてあるし、あ、サハラ商店の時もぶら下がってるやつだったからね。でこれ一回湯切りをして、麺を熱湯で軽くほぐしお湯を捨ててください。まず湯切りですね。はい、お湯を入れます。でもさ、自動販売機でこの湯切りを25秒でやっちゃうわけですよね。
はい、秘密の容器お湯を捨てていきます。はい、それでつゆを入れるのかな、これつゆを入れて熱湯をかけ、お好みの味に調整してお召し上がりください。じゃあ個人的にはこの濃さをね、やっぱあのサハラ商店末期の頃の濃さを再現したい。天ぷらは、まあ、先に入れた方がいいよね。自販機再現ふやふやにする。ちょっと少なめで止めていた。ちょっと少なめで。見えないね。ちょっと後で持ち上げます。そして七味の豆乳、はい。こんな感じでございます。もう見た目は本当に自販機のうどんそのまんまですね。ただまあネギが入ってないんでそこだけちょっと違う。あと天ぷらは既製のものではなくてちゃんとした天ぷらですよね。というわけでつゆの濃さはどうかな。ちょっと少なめ、ちょっと少なめというかまあ麺がちゃんと浸るぐらい。自販機でこれ出てきてもつゆ少ねえなっていう印象を受ける感じではない。そんな量でいただきます。完全にもう匂いから自販機うどんの匂いがする。ちょっと少なかったです。濃すぎました。ちょっと足してお湯足して、自販機の濃縮だしに比べると醤油感が随分強い。だからこれ自販機の味を再現というよりかはだしはちょっと自販機の濃縮だし全然違うものだね。てか自販機って濃縮だしをお湯で薄めるからまあこれと一緒なんですけど、あんま醤油の香りって強くないんですよね。もうちょっと薄くてもいいな。意外と量入れますね、つゆの濃さ。これもあれね、PP丼ではないな、スチロールの容器も自販機で使ってるのと同じっていうね。つゆはちょっと濃いめにしといた方がいいですね。意外とこの麺に絡まないというか麺がこう味がない感じになっちゃった、麺はやっぱりその製麺所同じなんで麺は完全にセリオンの麺と一緒です、ね、ただスープは自販機の味とは随分違いますね、あと天ぷらも汁に浸してふやふやになってくると自販機っぽさが出てきますね。でもこれ210円ならいいんじゃないですか。スーパーとかでね、210円でこれ売ってたら買っちゃうな。だってカップラーメンだっていいやつね、250円とかするから。あとはネギとかは自分で入れたいですね。さすがにネギは入ってない。そうだ、あとナルトも入ってない。もうセリオ値上げしてからナルトがね、まあ、入るようになりました。当初サハラ商店と同じ200円を守ってたけど、去年4月かな、250円に値上がりしました。ただただ値上げするのじゃ申し訳ないからナルトだけ入れましたみたいな、そんな感じですよ。だと思うんですけど、とりあえず今日はこれから、セリオン一回もう一回覗いていこうかな。待たずにそば食べてるようだったら、いっぱいいただいてから行ってもいいし。はい、ごちそうさまでした。まあとりあえず今日の予定ですけど、セリオンちょっと覗いてそばすぐ食べれるようだったら食べて、男鹿半島男鹿水産に行ってみようかなと。あ、そうだ、あとハンバーガー自販機、土崎南小学校近くのね、ビッグバーガー自販機行って、小笠井さん行って、雲沢観光ドライブインのうどんとラーメンの自販機ね、行ってみたいと思います。とりあえず今日の行動予定としてはそんなもんで、東北内陸あたり、角館とかその辺かな、もうちょっと行くかもしれないけど、それか、釜石に抜けていくか、釜石のハンバーガー自販機ね、あれを味わうのもいいかなと。ちょっと戻る感じかな。なので一回北に向かっちゃう、青森に行っちゃうっていう手もあるので、一応どうやって行こうか、雲沢観光ドライブに行った後ぐらいに考えようかなと思います。そんな感じですね。朝なんでちょっとテンション低いですけども、というわけで今日はルートイン秋田辻崎に泊まったのと、これね、道の駅秋田高原で懐かしい味をお持ち帰りで、自販機うどんのお持ち帰りバッグを食べてみたの動画でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良いと思ったら、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。コッシーでした。